どうも皆様ごきげんよう、クーです。それではドットホラーストーリープレイしていきましょう。では前回の続きからですね。さあ、ワンワンオーを助けに行くところからですね。コンプレッサー物置、じゃあね、ここじゃないね。コンプレッサーどこだっけ。この中か、違う。コンプレッサー、壊れたコンプレッサー、これか、これだね。まだ使えるか見てみよう。何も起こらなかったということだけど、ここでガソリン、前回入れたガソリンを入れてみると。お、電気が通った。え、頭の中になんか乗ってる。これ帽子か、わからん。とりあえず、さて、地下まで戻ってきたけど、コンプレッサーが動いたことによって何か状況が変わったはずなんだよ。洗濯機が使えるようになったか、電源が入った。どれどれ、怖い。え、犬もしかしてその中に入ってたの。びっくりした。やめて、中に何か入ってる。手袋、一瞬ヒヤッとした。手袋か、びっくりさせないよ。びっくりした、マジで犬入ってんのかと思った。でもコンプレッサー止まっちゃったね。ダメだ、ガソリン長く持たなかった。そうか、手袋を持った状態で。手袋とか持ってたらなんか道具持ってるかな、釘とかネイルガンとかないのか。ネイルガンとかこの手袋にぴったりと合いそうだな。でも今は取っておこう。そういうこと。まあ奥に行ってみるか。なぎ、俺はただまた犬のところに戻ってきてるだけなんだが。ん、この手袋は血の匂いがする。え、血の匂いがするの、なんで。俺、ほらこのグローブの匂いを嗅ぐんだ。さ、そうだ、おいで。あ、キツネを食べてたのかこの犬は。そういうことか。あ、びっくりした、犬が食われてんのかと思った。よし、キャビンに戻ろう。あ、びっくりした、キツネを食ってたのね。びっくりした、子犬が野犬に襲われてんのかと思った。なんでや。多分キツネの血だ。橋が落ちたぞ。どうすればいいんだい。もうこれ先に進むしかないじゃん。幻覚少女だよこれ。あれ、え、なんでここにいるの。見つかったか、ありがとう。書類にサインしておいた、中にある。今すぐ退去する、その方が気持ちがいい。さようなら。ああ。幻覚でしょ。よし、書類を回収するか。早、場面展開が早すぎるんだ。よく来たな。マクデイル、プルトン、そしてムーアだ。今回もよくやったな。でも少しヤワになってないかな。ヤワだ。わざわざ小汚い犬を探してやらないか。とても気のいい日。何を言っておる。金を払わない役立たずなんてとっとと追い出せ。今度はもっと厳しく接するんだ。厳しく。承知いたしました。分かっているな。君を選んだことを後悔させないでくれたまえ。はい、そう、その意気だ。決してこのチャンスを無駄にしません。そうだ、とっても重要なことを忘れていた。重要とは。まだ君の踊りを見たことがなかった。え、重要なのかそれ。さあ、ショータイムだ。あ、腰振ってるだけや。いいのか。あ、まあみんな似たようなもんか。そう、それでこそ君を選んだ甲斐がある。いいね、もっと早く腰を振れってか。もう俺何も選択できない。これこのまま日が明けるのを待つしかないんだ、きっと。
いや、びっくりするから。とりあえず整備します。暗いよー。怖いよー。これ何なん？これマジで。頭食いちぎられた人か？あ、でも人だね、これね。人だね。人の形してんね。悪夢を見るようになっちゃったわけですね。プライス。あ、洗濯機。犬が中に入っていたかもしれない洗濯機。でも結局何だったんでしょうね。犬は一応いたっぽいですけど。なんとかビンさん。もう名前忘れた。おい。入れと。入らんぞ。入った方がいい？入る。じゃあ入る。あ。いっぱいいるね。泣き始めた。これずっと繰り返すね、もしかして。いや、そういうわけじゃない。何かあるはずだ、何かあるはずだ。あ、そういうことか、そういうことか。右に行けばずっと奥の方に行けるのか。ずっと繰り返し奥の方に行けばいいのね。あれ？どうすればいいんだ？どうすればいいんだ？あ、ここで話しかければいいか。転んで起き上がれなくなった。転んで起き上がれなくなった。それは人生的な意味でか。え、あの扉の奥には何があったんでしょうね。はいはいはい。ずっと鳴ってるよ。誰も取らんよ。ミルスですか？足音らしきものが聞こえる。いや、ごめん、嘘だ、幻覚だ。あれ？どうしたらいい？ずっと鳴ってるだけ？ヘイ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 、どうやって進めればいいんだい？え、いや、マジでわかんない。え？違うね。え？どうしたらいい？マジで。ああ、来た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 。びっくりした。はい。プライスさんですか？はい。シチュワーズと申します。夜分遅くに失礼いたします。一体何のご用件でしょうか？グッドウィンさんについてです。そうだ、グッドウィンさんだ。親戚ではないのはご承知ですが、他に身寄りがなくて、あなたを呼ぶようにと。昨日発作を起こしまして。ああ、調子はどうですか？容態は安定しています。しかし、意気消沈しています。心と体は切って離せないので、かわいそうに。はい。すいません、何と申し上げたらよいか。心中お察しいたします。しかし、あなたに来てほしいと強く願っています。お会いしていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。わかりました。伺わせていただきます。ありがとうございます、プライスさん。彼女にそう伝えておきます。とっても喜ばれると思います。ありがとうございます、チョワーズさん。グッドビンさんか。さあ、厳しく接することができるんですかね、プライスには。ああ、おはようございます。なんて意味、いや、なんて意味だ。ああ、くそ。グッドウィンさんはどうしているかな？挨拶しに行った方がいいかな？まあ、約束したんだったら行った方がいいんじゃない？変なガラクタが山ほどあると。まずはコーヒーだ。着替えの後にしよう。え、雨漏りしてないけどコーヒー飲めるかな、今日は。とりあえず、セーブ。はい。で、コーヒー、コーヒー。あ、俺の新しいコーヒーメーカー、デラックス 2000X748G3。ボタン一つで割り。変なところから水を汲まなくて済む。これぞラグジュアリーだな。ああ、電話か。ん？誰だ？またグッドウィンさんのじゃないですか？はい、もしもし、プライスです。プライスさん？スチュワーズです。はい。グッドウィン夫人に代わりまして、老人ホームからかけております。何かあったのですか？脳卒中を起こしました。比較的容態は安定しています。2万円来てほしいって言われたのですか？さすがですね、プライスさん。その通りです。きっと喜びますよ。ぜひ検討していただけないでしょうか。ええ、もちろんお見舞いに伺います。ありがとうございます。では本人がお伝えします。お電話ありがとうございます。また、ザヤカの夢が魔性弁になりつつある。またお前らか。あなたの言う通りだわ。あの日のことは忘れない。おい、息子じゃないか。見ればわかるわ、あなた。先にコーヒーをいただいたが構わないよな。またか。今回のコーヒーは甘い。全然だ。ここにいるってことは、
何か大切なことを言いに来たんだね。その通り。お前はまだ富を追い求めているようだな。他人の犠牲の上に。お父さんが言いたいのはね、その過程であなたが自分を見失っているんじゃないかってこと。そうかもしれない。でももう後戻りできない。今が勝負なんだ。グッドウィンさんはどう思うかな。調子があまり良くないらしいわね。あの人もお家に帰りたいんじゃなくて。うん、胸が張り裂けそうだ。自分の行動のつけを実際に目にしたら考えが変わるかもな。グッドウィンさんにご挨拶しておいで。もう分かったからしつこいって。わざとしつこくしているんだ。すべてあなたが思ってのことよ。うん、知ってる。ほら、あなたも根は優しいのよ。誰かいらっしゃいますか。プライスさんを探しているのですが。頭がおかしくなりそうだ。集中しろ、集中するな。コーヒーを飲んで着替えるんだ。しっかりしなきゃ。コーヒーを飲むぞ。あ、コーヒーあったんか。うまいコーヒーだ。よし、着替えたら出かけよう。よし、じゃあ行こうか。セーブして、もう何セーブ一瞬で終わるから何回でもセーブするよ。見かけた瞬間セーブするよ。で、着替える。はい。グッドウィンさんのお見舞いに行こう。大丈夫だといいが。よし、OK です。グッドウィンさんに会いに行った。だが自分のことが大嫌いだ。でももしかしたら話をつければどうかな。すっきりするかな。老人ホーム。こんにちは、誰かいますか。グッドウィンさんに会いに来たのですが。誰もいない。え、老人ホームがこんな怖い雰囲気なの嫌なんだが。調子はどう。じゃあまた後で。どうも。もう行きますね。老人ホームみんなのもの元気がない。通ってもいいですか。ダメだ、岩のように寝ている。扉、あそこの扉は開かないって感じが。じゃあ行けるところから行きましょう。老人ホーム、廊下、扉、なんで鉄格子があるんだ。ありゃ抜けられないな。え、怖い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 。一体全体これは何だ。触らぬ紙にたたりなし。いや、老人ホーム自体がなんかすげえ怖い雰囲気なんだが。そして広い。芋。もう嫌だ。もう何も作らない。芋。私の技術の無駄遣いだ。断る。もうちょいい具材が必要だ。たまには肉があれば。あっち行け。失せろ。え、どうしたんです。こんにちは。とてもイライラしている。芋ばかりで。ああ、話は聞こえました。経費削減だとか。ここの人たちはもっといい食事を必要としている。でも芋だけじゃどうにもならない。すまない。追っておいてくれ。追っておいてくれ。芋しか食わせてくれないなんて。ああ。あの、なんだっけ、衣食足りて礼節を知るっていうからね。食事がまともにできないと、礼節を書くことになりますよ。手は今洗う必要はない。知ってるか？公共トイレを使いたくないな。贅沢だな、おい。まあまあ、気持ちはわかるけど。わかるか？一食足りて礼節を知る。みんなもよく覚えておくんだぞ。何度でも言うぞ。一食足りて礼節を知る。一食、だから一食十、住む場所は足りなくていいのか？って、ちょっとたまに思う。よし、じゃあ奥の扉に行こう。おい、こっちもかな？誰がいますか？返事がない。じゃあ奥に進もう。地下室、なんでや、暗、何か聞こえた気がした。おい君、年寄りに手を貸せないか。どちら様ですか。製造員のカーベンターだ。プライスと申します。はじめまして。どうしたんですか。作業していたんだが電気が消えた。ブレーカーが落ちたんだと思う。キッチンの近くにヒューズボックスがある。そこにいて確認してきてくれないか。急いでいないからいいですよ。ありがとう。鍵を貸してやる。誰も言うなよ。わかりました、すぐに戻ります。自分でやってこい、それぐらいだったら。それはさすがに自分でできる。これ鍵かかってんでしょ。うん、ここね。で、台所の近く、この最も奥のところにヒューズボックスがあるはずね。ヒューズボックスなんてあったっけかな。あ、これコーヒーメーカーみたいなやつじゃないの。あ、これか、この部屋か。オッケーオッケー。くらくそくら。これがヒューズボックスだな。どれどれ、どういうこと。ああ、そういうことね。左から順番に行けと。てって、あ、てってって、え、なんか順番があるの、もしかして。順番があるっぽいな、これ。違うんだね。
わかった。はい、OK です。この順番どこでヒントを得るべきだったんだろう、全然わからんまあ手当たり次第にやってできたからまあいいでしょう。さてと、ホース壁、なに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 、あ、いや抜けられないな。なんで精神的に切羽詰まってないのよ、ああいう幻覚を見るんだ。はい、おカーペンターさん、何をなさっているんです。おいおーい、おー悪いな、電気が復活した。何やっているんだ。死体を処分しているんだ。死体誰だよそれ。ただの年寄りだよ、何日か前に死んだ、ゴズラの方が安いんだ。吐きそう、何か言ったか。なんと言えばいいかわからない、怖すぎ。リアルかよ、そらここお化けも出るわ。やば、怖。死体のところでなんかやるべきだったのかな。電気室でしょ、他になんかアイテムある。これもしかしてさ、老人のさ、お肉をさ、お肉荒れましたよ地下に、放っておいてくれ。地下にお肉荒れましたよ、老人のお肉ですけど。カニバリズムを進めるプライス。じゃあさっきの死体を処理していたところでまだなんか話があるのかな、本当は。ちょっと行こうか、ちょっと回収不足があったっぽいね。いやだな、それにしても。今にも吐きそうだ、内臓や体液、違う、これで容赦するか。肉を回収したんか、なんでやねん、バカか。うん、なんで肉をわざわざ回収した。で調理の場所に持っていけと、そういうことか。いやなんか前回に比べて、でも俺今回あんまり叫んでないような気がする。前回やばかったもんな、本当にな、もう驚かし系だったもんね。はい、非常に上質な牛肉を手に入れたんだ、使うものになるかな。ちょっと見せてくれ。おお、これは素晴らしい、メニューに肉が戻ったぞ、ありがとう。今すぐ調理に取り掛かろう。どういたしまして。いいのかそれで、それでいいのかお前、それでいいのか、わからん。いやーもう音聞きたくねえ。向こうに行くか。とりあえずセーブだ、セーブセーブセーブ。何か変わったはず、何かが変わったはずなんだ。何も変わってない。あ、まさか肉を片付けているのでは。肉を片付けているのです。血がついてるよ、血が床に。怖いわ。でもあの人がいないってことは、地下に入っても何をしても許される感じ。今雪だ、誰か、ん、だから誰もいないのか。ああ、あれ電気は消えてる。あ、でも奥まで行きますね。一応壁行き止まりまで来てるっぽいな。でも何も触れるものはないっすね。どうしたらいいんだこれ。グッドウィンさんいないしさ。いないね、返事がないね。もう一回調理場のところ行ってみる。多分この各部屋はもう特になんもないと思うんだよね。あ、はい、美しい一皿を作り上げたぞ、やっと彼らも満足に食事できる。
そういえばグッドミーさんに会いに来たんだったな。食べ物持って行っていいかな。あれれれれれ、ほらこれを持って行ってやれ。ありがとうございます。ちゃちゃちゃ、ごめん、さっきの人いる？消えたか。グッドミーさんどこよ。まさかと思うけどここじゃねえだろうな。うまくいく自信がないな。グッドビーンさんのところに行きたいんじゃが、どこに行けばいいんだマジで。グッドビーンさんまさか解体されてねえだろうな。ルームサービスです。まあそんな感じで。ご飯持ってきてくれた？お腹が空いて空いて。はい、入ってもいいですか？どうぞ。あ、よかった、入れた。あ、グッドビーンさん、グッドビーンさん食事を持ってきたよ。グッドビーンさんじゃない。あら、お部屋を間違えたみたいね。すいません、邪魔をする気はなくて。ご飯です。ありがとう。じゃあ自分はこれで。長い間誰も会いに来てくれない、来てくれてないわ。失礼します。2ヶ月前だったかしら、孫が会いに来てくれたわね。もう行かないと。でも長らく頼りをもらってないわ。結婚したと聞いたけれど。それはよかった。奥さんの名前なんだっけ。ヘレンだったかしら。私には分からない。いえ、ヘルガだった気がする。いい名前ですね。ですが私は、彼女のお父さんは足首を折っちゃったらしくてね。大丈夫かしら。きっと大丈夫ですよ。では失礼します。最近風が強いわね。今年の秋は早く来そうだわ。ええ、そろそろ私本当に行かないといけませんので。あら、また話し込んでしまったわ。お時間がないのね。私の話を聞いてくれたお詫びにこれを。カウベルって何？ありがとうございます。ではまた。カウベル、おかしくないかですか。このカウベルは取っておこう。このおじいさんにやっぱりどいてもらわないとダメだねこれ。起きろ。あ、ベルか。時間だ。なんだ。起こせない、力不足のようだ。もっと。起こせない、力不足のようだ。お、起きろ。すごい、全く反応しない。起きろじいさん。集中している。誰かいませんか。分かった。こうして閉じ込められているドアがあって、多分そこに財布を忘れました。だから、なるほど、つまりイエスってことかな。完璧な対話だ。やったぜ。もう呼び鈴を押す必要がないな。じゃあ鉄格子のところ行ってみようか。ここも雰囲気が全体的にやばい。あ、行った。やったぜ。しんどるよ。手には花を持っている。じゃあ花をもらおうか。おいおい、どれだけ長いことここにいるんだろうか。まるで家畜扱いだ。もうお花もいらないかな。グッドウィンス、なんか左出たよ。グッドウィンさんのところ持っていこう。左なんか出たよ。これ何？ドアが動かない、ドアが動かない。閉じ込められてしまった。花を取るとそういうことか。じゃあ川べろ持たそうか。よし、そういうことか。びっくりした。で、グッドウィンさんどこなんだろう。グッドウィンさんに会うだけでめちゃくちゃ時間かかってるんだ。おじいちゃん、なんて爽やかでワクワクする香りなんだ。ダメだ、死人のように寝ている。死んでんじゃないのって死んでんじゃないのじゃない。その、ね、元ネタ、あれ死んだんじゃないのだ。素敵なおばあさんだが、この花はグッドミンさんのためだ。また会話を始めるのは嫌だな。あ、ハンガー。なんでハンガーなんて見つけたんだ。ハンガーでペシペシ叩くんか。ほら、おじいちゃん、ハンガーでつくのは失礼だな。ハンガーで何かができるようになるはず。なんか清掃のおばちゃんがいる。ハロー、いいものを見つけたんですよ。綺麗なハンガーね。こっちには来ない方がいいわ、汚いから。わかりました。どうこうできる話ではないっぽいな。ハンガーで小づくのは失礼なんだろう。
このハンガーを曲げればアンテナになるんじゃないか。お、マジか。ケン・バッドコックの時間だ。みんながテレビを見始めた。マジか。おじいちゃんが動き始めたぞ。やったね。子供の頃親がよく見てたっけ。思い出がたくさん。おじいちゃんが動いてくれた。グッドウィンさんの部屋はここかな。でも入る前にお花を見つけないと。ジェントルマンらしくしないとね。よし、いやもう相当時間かかったから今回ここまでにするわ。申し訳ない。はい、じゃあ今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。